みんみんあやみんばい、こんにちは、福山あやみです。はい、今日は私の普段インスタやツイッター、まあ SNS で使ってるというか SNS で上げてる写真や自撮りの加工アプリを紹介したいと思います。えい、なんか前から私そのインスタとかで、なんかインスタのフィルターってこうやって統一感とかみんな知ってるじゃないですか。私も一応なんか同じフィルターを使うようにはしてて、ちなみに私の入ってるカメラはこんな感じです。なんか使わないやつも結構入ってるんですけど、一応入れてるって感じで、で最近なんかちょっとフィルムっぽいアプリをこう探してて、いろいろ入れてみてダメだったら消してみたいのを最近よく繰り返してるんですけど、まあ、それでいいなと思ったアプリもあって、まあこんな感じで入ってます。でいつも使うの、自撮りで使うのは、まあ、Twitter とかかな、よく上げるの。自撮りは上げるのはまあ U ライクで撮ってます、私は。はい、こんな感じでね、なってます。はいして、なんかこの U ライクにどうやったらいいんだこれ、なんか難しいな。なんかスターっていうね、ダイヤのこれかな、なんかこれ辺にね、スターじゃない、スタンプだ。U ライクのスタンプってなんかすごいメイク機能があって、だからすっぴんの時でもこれで撮ったりしてるし、なんかすごいナチュラルなんですよ、このメイクのスタンプが。本当にしてるみたいなメイクのスタンプなんで、これは結構ね愛用してます。はい、これ結構みんなポップのモデルのみんなも結構 U ライク使ってる子多いです。肌がなんかチュンってしてすごい可愛い感じに撮れます。私は、まあ、自撮りはこれが多いですね。でまあインスタとかのこうたどりだったりとかは、まずは普通のノーマルカメラの1対1、まあ、スクエアですねで撮ってます。で、まあ、その後に、まあ、フィルターだったりとかをかけるんですけど、そのフィルターがアナログフィルムっていうやつで、このアナログフィルムってやつなんですけど、これとこれなんですけど、これは確か120円かな、ちょっと有料なんですけど、でも120円なので安くて、しかもこのフィルターが種類が豊富 で私が入れてるこれとこれはパリズっていうやつとリーディングっていう種類なんですけど、私はよく最近は白っぽい感じで描きたいんでウェディングを使ってます。でウェディングでなんかこんな感じでね、こう色が選べるんですけど、私は125かなをよく使います。これでまあ普通のノーマルカメラで撮った後にこうフィルターをかけたりとかもしてます。あ、でもあとはストーリーとか載せるときはこのスナップチャットでちょっと変な顔とか撮ってあげてますね。で最近ハマってるのがこのダズカメラってやつなんですけど、まあこれはちょっとフィルムっぽいカメラなんですけど、まあ、例えば私最近ハマってるのがこれなんですけど、ちょっとどうしよう、今撮ってみる。はい、撮ったらこんな感じになるんですよ。わかるかな、なんか2個2個続けてっていうのが勝手になって、そうこれに私ハマってるんですよ。なんかこういう感じのちょっと2個続けて、なんかそれがまあここにいっぱい選ぶ種類のやつがあって、これ今撮ったのも設定でちゃんとなんかもうその1枚だけでも保存できるんで、すごいめっちゃ便利これ。はい、こんな感じで私の最近の U ライクとこのアナログフィルムとダズカメラはよく使ってる、最近私がよくインスタとかツイッターとかに上げてる写真の加工アプリでした。まあ参考になったら嬉しいです。皆さんもぜひ気になったら入れて使ってみてください。それではバイバーイ。